はい、インド専門のサトルです。今日はですね、金曜日ということで、教育ビジネスに関する疑問点を、お話ししたいと思います。私はですね、X ブッダの卒業生ですので、このブログにですね、疑問点として書いた内容は、私の先生である仙人さんからですね、いずれ何らかの形で、どういう形になるかよく分かりませんけれども、答えてもらえることが期待できると、そういったことになっていますね。はい。で、私の疑問に入る前にですね、ちょっとお話ししたいんですけれども、X ブッダというのはですね、非常にボリュームのあるプログラムでして、私もまだ完全にマスターしたとは言い難いんですけれども、なんでしょうね、生涯をかけて学んでいくだけの価値はある、そういった非常に優れたプログラムになっています。教育ビジネスですね、教育とは何なのかということ、学ぶことと教えること、そういったものについてですね、深く掘り下げた内容になっています。当然ですね、その教育ビジネスをやっていくということですので、マーケティングですよね、実際にお客さんを集めることですとか、あとはテキストをどのように作っていけば効果的な教育ができるのかということもですね、決してそこら辺に売っている本では得られないような深い知識をですね、学ぶことができる、そういう講座になっています。私もですね、教育ビジネスというのは非常に、関心があるんですね。人に何かを教えるということが非常に私自身パッションがある分野ですので、このプログラムをですね、一度学んではいるんですけれども、どんどん深くですね、自分の中に染み込ませていって、使いこなせるようになっていきたいなというふうに思っています。で、興味のある方はですね、URL 貼っておりますので、一回ホームページをですね、覗いていただけると、いろいろな発見があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、ちょっと前置き長くなりましたが、私の、本日の疑問ですけれども、第2話でですね、動物コミュニケーションということについて学びましたので、今日の私の疑問は、人間の群れの中で、人間のグループですよね、グループの中でトップになるにはどうしたらいいんでしょうかということを仙人さんに質問したいと思います。ちょっと第2話の復習みたいになりますけれども、第2話です。第2話のですね、動物コミュニケーションでは、人間には3つの脳があるんですよということを学んだんです。爬虫類脳、これは本能に直結した脳ですね、五感に関連するような脳です。で、もう一つが哺乳類脳、これは周りと仲良くしたいって考えるような脳のことですね。そして人間脳、これは論理的に考える脳です。で、教育者として生徒とコミュニケーションを行う際に、この3つの脳を意識して行うことで、非常に効果的なコミュニケーションを、効果的なコミュニケーションができるということなんですね。で、時にはですね、爬虫類の本能って言いますかね、本能に近い部分で生徒を叱ったりですとか、ビビらせたりっていうことは大事ですよね。そういった時って、そういう局面ってありますよね、必要ですよね。またそれだけではなくて、その逆にですね、生徒を深い愛情で、包んであげると、安心させてあげて、学びやすい環境を作ってあげる、そういったことも大事ですし、もちろんですね、論理的にかつ分かりやすい説明を工夫して、授業を行っていく、そういう論理に関連する部分も必要ですと、この3つがどうしても必要なんですよね。で、教育に限らずですね、もう少し拡大して考えてみると、これは一般的に社会において必要なことだと思うんですよね。で、周りを威嚇したり、偉そうにしているだけでは、人からの信頼は得られませんし、逆に人に対してですね、お世辞ばっかり言って、こびへつらうような態度をして、仲良くしましょう仲良くしましょうって言ってるだけでは、実際には仲良くなれないですし、またですね、頭でっかちで自分は知識があるんだよっていうことを相手にアピールするだけでも、やっぱりうまくいかないということで、この爬虫類の哺乳類の人間脳のちょうどいいベストなバランスをとって、
自分以外の世界とコミュニケーションしていく必要があると思うんですね。でそれを効果的に行うことができれば、あなたが今所属している学校とか職場とか、あるいは、あなたの個人的な友人の集まりですね、そういった人間のグループの中であなたは一番高いステータスを手に入れることができるようになると思うんです。で私もやはりそういったことを手に入れていきたいわけですね。職場の中で高いステータスを、こうアピールしたいですし、個人的にも仲間とか知り合いの中で一目置かれる存在になっていきたいと思うんですね。でそのためにですね、この3つの脳のバランス、3つの脳を駆使していくということが必要だということが教えていただきました。で実際にですね、具体的にじゃあ今回はこう教育っていう面でですね、いろいろ教えてもらったんですけれども、自分が所属している群れの中でトップになるっていう観点で考えたときには、じゃあ3つの脳をですね、具体的にどういうふうに使っていったらいいのかなということをですね、私自身もちょっといろいろこう試しながら検証していきたいなというふうに思います。また仙人さんもですね、そういった観点で、人間の群れの中でトップになるには3つの脳をどうやってこううまく活かしていったらいいのかというのをですね、またいずれかの機会に詳しく教えていただけると嬉しいなというふうに思います。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。